顔大丈夫？なんだこのとんでもないイケメンは。そう、また出た、とてつもないイケメン。そんな好きなんだ、寺坂くんのこと。あ、どちら様だ。広光康介、彼女作っちゃったやつに執着しても虚しいだけだって。俺が今すぐにでも忘れさせてあげるよ。結構です。見た。寺坂君を傷つけるのはなんか違うよ。なんで、なんで私に説教してんの。無理やりキスしてきたり優しくしたり、なんなのさ。ヒロミツくんがかっこいいんだからね。ヒロミツくんが優しくて気配り上手で唇プルプルだからって調子乗っちゃって。やばいね、羽鳥ちゃん。元カノ超える彼女作らないといけないからさ。